だクルクス。クルクスはね、クルクスはいかさましい泥棒犯罪者。だクルクス、フールズ。フールズはバカ者、愚か者、間抜け。And proselytizer。proselytizer っていうのは宗教を変えた人、改宗者。改宗者っていうのはやっぱり欧米ではバカにされるんですよね。proselytizers are off-putting。off-putting は、好きになれない。こういう人たちは好きになれない。are off-putting。nevertheless にもかかわらず、the lives of an ecosystem of financial services。金融サービスのエコシステムの、ライズだから、なんて進行、高騰、進行、ライズ。いつもです、訳してるの、ライズ。流星ですね。エコシステムの流星。known as decentralized finance or DeFi。分散金融として知られ、もしくは DeFi として知られている。この流星流行は Deserve Sober Constellation。 Sober っていうのはね、真面目な謹厳な節度のある落ち着いた冷静な白深い、ここではね真面目に考える価値がある。 Deserve Sober Constellation。 これね、DeFi は真面目に考える価値ある。ただね、ビットコインって昔から知ってるんですけどね、友達もいっぱい買っても桁違いにお金持ちになった人も知ってますけどね、どうしても買う気にならないんですよね、今でも。だから例のテスラの、イーロン・マスクなんか何億ドルも買いましたけど、すごいですよね。エルサルバドルも大統領が公認通貨しましたけど、よっぽどすごいですよね。確かに儲かることは儲かるけど怖いです。 It has the potential to rewriteHow the financial system works。 こういうね、DeFi は金融システムがどのように働くかを書き直す、要するにやり直す潜在性がある。書き直す、変えてしまう、まあ、変えてしまうんだ、変えてしまう可能性があります。 With all the promise and perils that entails。 Entails はそれに伴って起こるプロミスだから、見込みとかペルー危険がいろいろあるけれどもということですね。海野さん、ちょっと気になったんですけど、リライトじゃなくてリワイヤーなんですよね、ここに書かれてるのはね。 It has the potential to rewire って書かれてるでしょ。どれ、その3行目のとこ、今読んだとこ。 It has the potential to rewire。 リライトって言ってたけどリワイヤー、あ、ごめん、リワイヤー。だからこれは多分金融システムの再構築をする。ああ、これリワイヤー、ごめん、ね、僕リライトと間違えたけど、要するに課金作り直すって意味は一緒だと思うんだけど、全然読めない。リワイヤー多分金融ネットワークの再構築っていう、多分そういう意味じゃないかなと思った。うん、再作り直す意味はそういう意味だから、僕はリライトだと思ったけど違う。リワイヤー、ワイヤーを引き直すって意味ですよね、きっとね。はい、そうです。電線を引く、こういうことですね。よくね、読み間違えちゃうんですよね。おっしゃる通り。それでね、the proliferation。 proliferation もよくある、核の拡散と一緒ですね。The proliferation of innovation in DeFi is akin to、 似たようなもんだ。The frenzy of innovation in the early phase of the web。 Web の早期段階における革新のフレンジーというのは、これはね、熱狂、狂乱、逆上、ドタバタした取り乱した状態。だから、イノベーション、革新の熱狂、akin と同類。DeFi のイノベーション、革新の。プロリフェレーション、急増、激増、拡散。At a time の時で、どういう時かというと、When people live ever more of their lives online。 彼らの生活の多くが、ever more、 もっと多くがオンラインで生活する、人々が生活する時に、のような時に、At a time。 The
クリプトリボリューション、仮想通貨革命、クリプトリボリューション could even remake the architecture of the digital economy、 インターネット経済、インターネット経済と言ってもいいし、デジタル経済と言ってもいいけど、それの仕組み、アーキテクチャ、仕組みを作り直すことができる。このイーブンというのはこれは強調だと思いますね。作り直す、もっと正確に訳すと作り直すことさえできるだろう、クッだからだろうですね。